じめまして。私の名前はミオ。都内のコールセンターで働く25歳の OL です。先日、高校の同窓会があって、久しぶりに高校時代の同級生と再会し、楽しいひとときを過ごすことができたのですが、みんなで LINE を交換したことがきっかけで、元クラスメートの勘違い男につきまとわれることになってしまったんです。その男の名前は安則と言い、同窓会の間中ずっと馴れ馴れしく話してきて、会が終わってからすぐに誘いの LINE が来ました。みやちゃん、同窓会お疲れ様。安成です。久しぶりだったけど覚えてた？お疲れ様。柴田くんだよね。高校時代とはちょっと印象変わったけど覚えてるよ。高校時代はどちらかというと陰キャだったからね。今はベンチャー企業の幹部やってるよ。言ってたね。その年ですごいと思う。まあね、人生社会に出てからが本番って感じかな。そっか、仕事頑張ってね。ところでさ、俺芸能人とかもよく行くフレンチレストランの会員になってるんだけど、ペアで行けばミオちゃんも一緒に入れるから、今度俺と一緒に来なよ。私フレンチのマナーはわからないから迷惑になっちゃうよ。平気平気、わからないことは俺が教えてあげるから、生き慣れてるから余裕だよ。ちょっと考えるね。オッケー、連絡待ってるよ。正直に言ってしまうと、高校時代の彼のことはほとんど覚えておらず、あまり話したこともなかったと思います。それなのに同窓会の時からすごく馴れ馴れしい感じで接してきました。彼が自分で言っているように、若くしてベンチャー企業の幹部をしているらしく、そのこと自体はすごいとは思うし、同年代の男子よりもお金を持っているようでしたが、それを自慢げに語る姿や上から目線で物を言う態度がはっきり言って苦手でした。もちろん一緒に食事に行くなんてさらさらありません。しかし次の日、再び彼から LINE が来て、みよちゃんお疲れ、予定空けてくれた？それって2人で行くの？そういうレストランはペアで行くのが当たり前だからね。同窓会は大勢いて落ち着いて話できなかったし、2人でいろいろ話そうよ。2人だけはちょっと早いかも。そんな固く考えなくていいよ。あ、お金だったら心配しなくていいよ。全部おごるし。最近忙しいから無理だと思う。みよちゃん、コールセンターなんだからそんなに忙しくないでしょ。お休みとかいつ？仕事以外でも用事はあるでしょ。休日は家族の用事で忙しいから無理だと思うよ。あー、そっか。まあそういうこともあるよね。じゃあ空いてる日が分かったら教えて。私は彼のズーズーしさに空いた口が塞がりませんでした。まだ行くとも言っていないのに、予定を空けるのが当たり前かのように聞いてくるし、自分が職場でどんなに偉いのか知らないけれど、他人の仕事を見下すような発言に腹が立ちました。遠回しに誘いを断っているのに全然察してもくれません。でもこの時はきっぱりお断りすることができない理由があったんです。1週間後、同窓会で再会した女友達と会うことになりました。なぜなら高校時代の担任の先生が定年退職されるので、先生のプレゼントを相談するためでした。実は安則のしつこい誘いを断れないのも、先生の退職祝いでまた顔を合わせることが決まっていたからなんです。彼は男子側の幹事で、私は女子側の幹事。そのこともあって、相変わらず頻繁に LINE で連絡してきました。先生の退職祝い、男子側は決めたよ。そうなんだ。女子の方はまだ悩んでるよ。マジですごいから、多分先生泣いちゃうな。喜んでくれるといいね。何か聞きたい？みよちゃんだけに教えてあげるよ。でも当日のお楽しみにしとこうかな。そう？俺が本気で選んだし、少し多めに払ったからね。
普通同年代のやつには買えないと思うからびっくりしちゃうと思うよ。そっか。でもやっぱり女子のプレゼントとあんまり差があると困るから一回会って話そうよ。この前言ってたフレンチでいいよ。いつ予定空いてる？でも合わせなくても先生なら何でも喜んでくれると思うな。こんな具合でしつこく誘ってきました。驚いたのは女友達に私と安則が付き合っていると思われていたことでした。それを聞いた時私は目が点になってしまいましたが、すぐに全力で否定しました。彼女に理由を問いただすと、どうやら噂の元凶は彼のフェイスブックにあるようでした。家に帰って彼のページを確認してみると、同窓会で撮った写真が安則と私とのツーショットに見せかけて加工され、無断でフェイスブックにアップされていて、久しぶりの高校の同窓会、良い出会いありましたと記されていました。先生の退職祝いで気まずくなってはいけないと思っていたけれど、私の我慢ももう限界です。先生の退職祝いの前日、女子一同で集まって最後の調整をすることになりました。安則のしつこい誘いと偉そうな態度に我慢の限界を迎えていた私は、ついに女友達にそのことを打ち明け、もう一度顔を合わせる前にきっぱりと断ることに決めました。そしてみんなが集まっているちょうどその時、彼から LINE が来たんです。いよいよ明日だね、みおちゃん。忙しくてなかなか会えなかったけど楽しみだな。終わった後夜の予定は空いてる？夜は空いてない。私なんか誘っても楽しくないよ。いやいや、こないだ会った時みおちゃんが一番可愛かったからさ。他の女子はなんかケバくなってたし、話してても楽しくなかったんだよね。そんなことないよ。その点みおちゃんは他の女子と違ってまだまだ若いし、少なくとも女子大生には余裕で見える。いい加減にして。え、なんか変なこと言った？褒めてるんだけど。今女子で集まってるの。他のみんなの悪口なんてひどいよ。いや、そこがポイントじゃなくて、みおちゃんが一番可愛いって言いたかっただけだって。そのくらい考えればわかるでしょう。先生の退職祝いがあるから我慢してたけど、二人で食事とか絶対無理。あとフェイスブックの私の写真すぐ消して。なんだよ、みおちゃんが普段絶対行けないところに連れて行ってあげようと思ったのに。幹部かなんか知らないけど、自分が偉いって勘違いしてない？人を見下さないで。そんなレストランなんか興味ないし、あなたと行ってもつまらないだけ。なんだ、みおちゃんも他のつまらない女子連中と一緒か。この LINE みんな見てるから。え？じゃあね、もう連絡してこないで。彼のあまりに偉そうでひどい態度とみんなへのありえない悪口に、私は我慢することができず、その場にいたみんなの前で LINE を公開しました。それを見た女子は全員彼に怒り狂い、集まりの場は彼への非難が飛び交う事態に。私はようやく彼に言いたいことを全部吐き出せてすっきり。普段の私だったら個人の LINE を他の人の前で晒すようなことは絶対しないのですが、この時ばかりはみんなの悪口まで言った彼の自業自得だと思いました。その後、先生の退職祝い当日、安則は女子から白い目で見られ、一言も話してもらえませんでした。また前日の私とのやり取りが男子側にも流れていて、しかも男子側でも彼の偉そうな態度は嫌われていたため、誰からも相手にされない彼は途中で退出していきました。後日 Facebook を確認すると、写真どころかアカウントも消えていて、逃げ出したも同然の結果に。仕事がちょっとうまくいったり、お金ができたからって偉そうにする勘違い男って本当痛いですよね。撃退できてよかった。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。